なんか工程が職人、はい、なんかあくまでも絵の具を使って絵画にすることでやっているプロセスとかコンセプトがこう強調されるというか、物体として自立することで、まあ、それがこう世の中にとっての違和感になるっていうのがあるのかな。失礼します。よろしくお願いします。片井鶴太です。よろしくお願いします。増田と申します。お願いします。改めまして、今回は集合アトリエスタジオ高台にお邪魔しています。本日は増田正弘さんのアトリエにお邪魔しております。増田さん、改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。この場所で始められたのはいつ頃からですか？ですね、僕は10年前にこの立ち上げのタイミングからちょっとお手伝いをさせていただいて、まあ、そこから借りて制作をさせていただいている感じですね。高台自体は立ち上げからっておっしゃってますけど、はい、どんな場所ですか？高台はそうですね、まあ、基本的に制作に重きを置いているアーティストを中心にこう入れようっていうオーナーさんの意向があるので、必ず作品をちゃんと作る人とか、あんまりこう倉庫とかにしないような人を積極的に入れて、でお互いにこう制作の刺激になるようなメンバーが多いかなと思います。あくまで高台っていうのはそれ倉庫的な場所ではなくて、制作をする場なんだっていうところがこう、ね、ポリシーというか、はいはい、守るべき場所になっているわけですね。そして、まあ、他のメンバーもいろいろな方、先ほども、ね、裏でも交流とかもありましたけど、ね、どんな存在ですか？ね、まあ、みんな友人だったりとか、まあ、尊敬する作家だとは思ってるんですけれども、まあ、お互いの作品が全然違うので、まあ、それぞれ吸収できるところもあったりとかして、まあ、すごくこう刺激的な存在かなと思ってます、うん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 、ね、ちょっと作品の作り方、はい、やっぱこれちょっとお伺いしていきたいんですけど、僕もちょっと映像を拝見して、なんか工程が職人、はい、なんかでそのビジュアルも含めてすごいこう職人的な、やられてるなっていう印象があったんですけど、なんかまずはなんか写真を撮られてるんですか？はい、そうですね、一応、まあ、このモチーフになっている空間とかを最初に写真で撮影して、はい、で撮影した画像をその現場でプロジェクターを使ってプロジェクションしてるんですね。はあ。実際の景色にやや過去の画像がこう映ってる状態にして、はいはい、それをまた撮影してまたプロジェクションしてっていうのをこう繰り返し行って、まあ、その現場に画像がこう積層していくっていうような作り方をして、なるほど、実際にその現場で撮ったものを現場に映して、そうですね、こうそれを重ねていったものをまたこう撮影してっていう、はいはい、で撮影した写真がどうなるんですか？でその撮影した写真を最終的には、まあ、パソコン上でこう階調分けして、はいはい、でシルクスクリーンという版画の技法になるんですけれども、はいはいはい、シルクの版に焼き付けて、まあ、それを、まあ、キャンバスの上にこう擦り重ねていくっていう、版にするときにこう網点のドットの粗さを調節できるんですけど、なるほど、僕の場合は絵の具の物質感をこう大事にしているので、わざとこうちょっと粗いようなドットを作って、で絵の具の粒が立つような擦り方をしているんですよね。この技法になったきっかけっていうのはあるんですか？元々は、まあ、僕映画が好きで、映画のこうフィルムの構造とか、はいはい、映画館の劇場の構造とかが興味があって、あでそこからこう日常の景色にプロジェクションするっていうような手法に至ったっていうのも、ね、なるほどなるほど。じゃあこうその投影するっていう感覚が何かこうご自身の中に結構重要なものとしてあって、それを作品に落とし込むにはっていうところだったんですかね。はい、いやなんかねご自身で全部なんかはい、はい、そのやられるのってあれっていうのはこう、まあ、基本的なことなんですか？そうですね、まあまあもちろんアシスタント雇ったりする方もいるとは思うんですけれども、まあ、撮影も微妙に自分の感覚で調整しないといけないので、撮影からキャンバスの張り込みから擦りから一応全部一通り自分でやってはいるんですけれども、じゃあその制作の中で大切にされている部分というのは特にどういった部分になりますかね？大切にしている部分、そうですね、まあ、表面とかはどんな方でもこう丁寧に作ると思うんですけど、僕は側面とか裏側とかパッと見えないようなところまでちゃんと丁寧に作ることで作品の強度につながるっていうふうに考えているので、まあ、横が綺麗に磨かれてるとか裏面の張り込みがちゃんと丁寧にされてるみたいなところを気にしてますかね。あ、いやめちゃくちゃ綺麗ですもん。ありがとうございます。すごいこう仕上がりも含めてすごく美しくって、だからそのシルクスクリーンなんだけど写実的でもあって、なんかこう
その作品にフォーカスがいくような、ありがとうございます、そういう集中できる美しさがやっぱ一つ一つの作品に込められてるなというの感じはしますけどね。はい、まあ、その絵画に最終的にこう仕上げていくっていうことですけど、はいはい、その魅力っていうのって何かありますか？以前学生の時とかは写真でもいいんじゃないかというふうに言われるようなことがあったんですけれども、はいはい、まあ、写真でもちろん終えることでコンセプトも完了するんですけれども、あくまでも絵の具を使って絵画にすることで、そのやっているプロセスとかコンセプトがこう強調されるというか、物体として自立することで、まあ、それがこう世の中にとっての違和感になるというのがあるのかなと思っているので、なんで写真じゃなくてあえて絵画にしていく。そうですよね。だから独特のこう重厚感、厚みと、はい、なんかその奥行きみたいなものをすごく感じさせる作品が印象的だなと感じてますけど、このチャンネルではですね、これから作家を目指していくよという、視聴者の方もいらっしゃるかなと思いますので、参考になるようなことをお伺いできたらなと思うんですが、学生時代、はい、なんか熱中されてたこととかあります？熱中してたことですか？まあでもやっぱり制作ですかね。まあ、あとは、当時もっとやっとけばよかったなと思うのは、はいはい、海外の作家とか、まあ、巨匠の展示とかでなかなか次見られる機会がないものとかって結構年間でいくつもあると思うんで、まあ、そういうものをもっとこう見逃さないようにしとけばよかったなと思います。あー、なるほど。やっぱ学生時代ってその貴重さってちょっとね、こう、なんかこう取りこぼしてしまったりとかして、やっぱ大人になってあん時あれってっていうことってありますもんね。こういう作品制作に興味を持ったきっかけとか、いつ頃からなんか志したかっていうのありますか？ですね、僕高校が美術高校だったんですけれども、はいはいはい、高校で、まあ、そのまま就職しようかなと思ってたんですけれども、その高校生の時に、まあ、プロのアーティストの方がこう講演会みたいな感じで来てくださって、作品を見せてくださったりとか、まあ、仕事としてアートをやるっていうことをこう、まあ、体感できて、まあ、それがきっかけでもうちょっと美術を仕事にしてみたいなっていうふうに考えたのが、まあ、始まりですかね。あ、なるほど。なんか日々作品のために何かやってることとかってありますか？なんか作品のために積み重ねてることというか、まあ、ホームセンターとかにちょこちょこ行ってホームセンターに、はい、まあ、材料をこういろいろ新しいものを探したりするっていうのが好きなんで、はいはい、シンプルにお好きなんですね。そうですね。それはでももう本当職人ですね。そうかもしれないです ね、 ね、作品作りもありつつ、こう職人的な部分を持ち合わせるなという印象がすごく僕はあったんですけど、この作風で今後も突き詰めていくのか、また別のものに興味があるのかっていうのはありますか？まあ、このシリーズはこのシリーズでまだ続けていくんですけれども、うんうん、まあ、もう少しこう規模の大きなインスタレーションとかもやってみたいなっていうふうに考えているので、もう少し展開も、考えたいなと思います。いいですね。機械はどこにあるんですか？こちらに。あ、機械ちょっと隣のスペースに。あ、そうですね。そうですね、こちらですね。ちょっと立ち入り禁止されてます。よいしょ。え、入っちゃっていいですか？あ、どうぞどうぞ。失礼します。ちょっとごめんなさい、薬品の匂い。全然全然。うわ、これがシルクの製版機ですね。これはそのデータ化したものをこう落としたんですか？まあ、原画があって、それにこういう、あ、原画があってその上に、そうです、でこう、まあ、置いてスイッチ入れると紫外線が出るんですけど、うわ、これで、まあ、焼き付けるっていうような、シルクの観光機っていうものは存在するんですけど、はいはい、それを元に、まあ、溶接ができる鉄の作家がいて、まあ、その友人に頼んで、こオリジナル、そうそうそう、オリジナル機械ですか？これは手作りの機械です、ね。すごい。じゃあどこを探してもここにしかないっていう。そう、まあ、この形は ここにしかないです、ね。まあ、システムとしてはあるけどもっていう意味ですよね。面白いな。こっちは？こっちは、焼いた飯を洗い場ですね。これもまあなんかじゃあ すごい流れよくシステマチックにはなってますね。この部屋でいろいろ完結できるように。そうです。焼いて洗ってでここで乾燥させる。家の洗濯場みたいな感じのこの流れになってますけど。なるほど。じゃあここでこうスムーズにいろいろな作品を制作されているということですが、はい、今後の何か制作のご予定とかは？三越コンテンポラリーというスペースで個展をやる予定がありまして、10月2日からなので、もしよろしければ
お越しいただけたらと思います。はい、ぜひ足を運んでいただけたらなと思います。今後のご活躍も期待しております。本日は増田さんのアトリエにお邪魔しました。増田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも、森山未来です。今年もですね、国内最大級のアートとカルチャーの祭典、ミートヨアートフェスティバルの開催が決定しました。ミートヨアートフェスティバルはアートを軸に音楽、食、ファッション、ライフスタイルと隣接した多様なカルチャーを一堂に会することで、アートに対する新しい出会いや発見を設計します。今年のテーマはニューエラーとし、100名以上のアーティストの方々はもちろん、多様なクリエイターとともに新しいムーブメントを巻き起こします。天王洲運河一帯を舞台に、10月11日金曜日から10月14日月曜日まで4日間にわたり実施します。僕も参加します。ぜひ遊びに来てください。